リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、コラボ動画でございます。今回はですね、環境省さんとのコラボということで、食品ロス削減というですね、テーマを掲げて、私が料理を無駄なく食材を全部丸ごと食べられるような動画を皆さんにお見せしようと思ってるんですけども、食品ロスって皆さんどれぐらい発生してるか知ってますか？日本では1年間でおよそ612万トンですね。その家庭からの食品ロスっていうのが284万トン、食べられるものがなんとこれだけ捨てられてるっていうね、そんな現状がありまして、で食品ロスっていうのは食べ残しであったりとか、食品の賞味期限切れたものを食べないままそのまま廃棄しちゃったりとか、お野菜とか皮とか剥くじゃないですか、厚く剥きすぎた皮とかね、そういったものも食品ロスに含まれるんですね。ということでですね、これを減らすためっていうのは、お買い物の中で冷蔵庫の中とかを余った食材とかあるじゃないですか、そういうものから使っていって、まあ、買いすぎないようにするとかですね、食べられる分だけ買って調理する、まあ、これ僕がいつもやってることなんですけども、その日食べるものを買ってきて、その日のうちに調理するっていうとこですね。皆さんですね、保存方法意外とね、皆さん知らない方がいらっしゃると思うんですけども、お肉とかもずっと冷蔵庫に入れたらやっぱ腐っちゃうんですよ。でも冷凍しとけばずっと持つんですよね。っていうことでですね、今回は僕がこのレシピ、僕料理研究家なんですけども、結構思うのが、あのね、野菜の皮剥きすぎ問題ですね。僕は剥かなくていいものは剥かない、だってその方がいいじゃないですか。だってその方が楽ですよ。楽だし、その分多く食材を使えるってことなんです。で特にですね、皮剥きがちな人参ね、皆さん人参の皮剥いてますか？剥いてますよね、皆さんね。どのレシピも僕ほとんど剥いてないです。人参って実は出荷時に皮剥けてるぞ、これ。だから中身なんですよ、これ。皮剥けた状態なのに皆さん表面剥いちゃうんですね。人参っていうのは表面も美味しく食べられます。今回は皆さん剥きがちなこの人参丸ごと使います。だから食品ロスゼロ、こういったレシピを紹介。もう前置き長くなりましたけど、早速ですね、この人参を使って丸ごと食べる美味しいスープの作り方を今回やらせていただきます。リュウジのバズレシピ。はい、ではですね、早速調理をやっていきたいと思います。まずですね、この人参ですね、2つで大体 300g のものです。皮もね、丸ごと食べれる方法、今回は教えちゃいます。これまず洗います。で軽く洗った人参ですね、これをラップ1個ずつね、こう巻いてってください。はい、ということで、でこちらですね、このまま、レンジ8分から10分ぐらい、竹串が通るぐらいの柔らかさまでレンジで加熱していきます。はい、今レンジ使ってます。その間に他の、処理をしていきます。僕の大好きなニンニクでございます。これをですね、まあ、大体10、これ 10g ぐらいなんですけども、こいつをですね、みじん切りに潰して、で芯はね、取っちゃいましょう。芯はね、焦げやすいんでね。いや、芯も食えんな。これはね、ちょっと後で使いますから捨てないでくださいね。で、こう粗みじんに切っていきます。こんな感じですね。こんな感じで大丈夫です。そしたらフライパンか鍋、まあ、どっちでも大丈夫です。まあ、僕なんかはね、フライパンで作っちゃうんですけども、手頃な鍋とかでも大丈夫です。ここにオリーブオイルですね、大体ね、大さじ2杯ぐらい。まずこのみじん切りした人参をね、入れていきます。はい、で弱火にかけてですね、熱していきます。でガーリックオイルを作るような、イメージですね。でまあ、ニンニクはね、これぐらいの、はい、あまりね、色づかせなくても大丈夫です。スープにしますんで、これぐらい、まあ、ちょっと色づいたかなぐらいで、香りがね、すごいね、香ってくるんですよ。この香りもね、楽しんでくださいね、これね。これに料理してる人の特権なので。そしたらね、ちょっとね、火は止めておきましょう。人参が、そろそろ仕上がりますんで、それを待ちます。はい、ではですね、人参の方が出来上がりましたので、ちょっと見てみましょう。で、ちょっと取り出してみます。はい、でこれで、まあ、ちょっと包丁ね、ちょっとすっと、あ、完璧ですね、これね。まあちょっとね、一番厚いとこ刺してくださいね。こうやってすっと通れば OK です。で、こっちも、あ、超柔らかくなってますね。そしたらですね、これ剥いてあげましょう。ホクホクの、あ、いい香り。これね、電子レンジで丸ごと蒸すとね、すっごく人参が柔らかくなって、これ美味しいんですよ。まあ、人参はね、この皮の部分もすっごく美味しいんですけども、このね、芯だけはね、ちょっとね、取りましょう。包丁でくるっと
回してあげるとこう芯だけ取れますんで、はい、ここはねちょっとね硬いんでね、でも本当に最低限こう刺してこうやるとね、もう芯だけ剥けますから、あとはね全部食べれますから。これそしたらね、せっかく包丁使ったんでちょっとね刻んであげる。もうねこれすっごく焼き芋ぐらいホクホク、まあ、後で潰すんですけども、ざっくりと刻んであげると潰しやすくなりますんで、実はねこのままねバターと塩つけてもねうまいんですよ、これ焼き芋みたいで。でこいつはですね、このニンニクオイルのフライパンですね、はい、ここにガーッと入れていきます。もうね人参をほぼそのまま食べちゃう。ここでさっきのニンニクの芯、これね食べれますんでね、実はね、はい、これも一緒に入れて煮込みます。芯もねホクッとして美味しいんで、火にかけていくんですけども、でここでお水大体ね 350cc を入れていきます。でここにね、コンソメですね、はい、顆粒コンソメ、お好みなんですけども大体大さじ1ぐらい、はい、でこのまま加熱していくんですけども、でこれでですねちょっとこう崩しながら、はい、人参も柔らかくなってきますので、こう粗く潰しながらねやっていきます。こうするとね人参の旨味がねガッとスープに出て美味しくなるんです。これがそうそう、こうやって潰してあげてくださいね。これがね皆さん食べたらね、人参ってこんなうまかったのかってなりますからね。これ飲んだら多分皆さん人参の皮も剥かないようになる。でカレーとかの人参もあれ皮剥かなくても全然美味しいですから、煮込んじゃえばねちょっとね硬さがあるものもあるんですけども全然気にならない。それでも食感気になるって方はね、千切りにしちゃうと全くですね気にならなくなりますんで、そういう調理方法もおすすめです。でもね一緒に食べると手間も省けて栄養も取れて野菜が余すとこなく食べれるんで、一石三鳥ぐらいになるんですね、これね。あ、いいですね。でこれぐらいになったら、火はちょっと弱めましょうか、はい、でがっつりとこう潰していきます。煮ていくことによってね人参はさらに柔らかくなっていきますんでね、これはねすっごく需要のあるスープなんで、ね、人参がっつり食べれますからねこれね。でもちろんですねこのままでも美味しいんですけども、もうちょっとスープ感が、野菜のポタージュ感が欲しい方はこういうような、なんだマッシャーでちょっとね潰してあげると、よりですね人参がスープに溶け込んで美味しくなっていきます。ない方はねこのゴロゴロしたお野菜、まあこれはねもう好みです。ゴロゴロしたこの人参のスープが美味しいっていう方もいらっしゃいますし、潰した方が人参の旨味がスープに溶け込んで美味しいっていう方もいらっしゃいますので、これ好みですね、好みで潰してあげてください。僕はね潰してスープと一体感が出た人参の方が好きなので、今回はねちょっと潰していきます。このスープが美味しいんです。これどうですか、かなり結構見ましたねこれね。ちょっとね粗く潰したポタージュみたいになってるんですね。でここでちょっと味見ます。このままでもいいんですけども、味が足りないなと思った方お塩、僕はですねちょっとね胡椒の方、黒胡椒ちょっと、これでね大体ね 2,3 人前できます。じゃあちょっと盛り付けていきましょうか。はい、こちらにね、お皿用意しましたんで、ここに人参のスープを、ほら見てください、このホロホロの人参、これをねがっつり。スープなんですけども、どちらかというとですね本当に食べるスープ、野菜を丸ごと煮込みのようなスープのような感じですね。もうねこれだけでね満足感すごいんです。これですよ、これがうまい、うん、仕上げに上からパセリでもかけてあげるとちょっとね、おしゃれ、あ、おしゃれ、かわいい。ということでこちらで食品ロスゼロのですね丸ごと人参の食べるスープ完成でございます。はい、ではですねできましたので食べていきたいと思います。いただきます。ほらほら人参がさこれ、じゃあいただきます。うわこのスープやっぱ味うまいな。うん、本当にねこう舌で潰せるぐらい柔らかいですこれ。
人参の表面も削らないでですね、剥かないでやってるんですけども、もうね、舌触り全く気になりません。はい、だってね、舌で押しつぶせるぐらい柔らかいんですもん。あとこの人参の甘みがね、すっごくスープに溶け込んで、ほんとにおいしい。うん、ああ、胃に染み渡りますね、これね、ほんとおいしい。で、こちらですね、すごく柔く仕上がりになってるんですけども、アレンジとしてご飯を入れたりですね、リゾット風に召し上がっていただくのもすごくいいですし、僕のおすすめなんですけども、これね、カレー粉、これをね、少しね、振って入れてあげる。こうするとね、めちゃめちゃうまいね、スープカレー風のスープになって、ご飯にめっちゃ合うんですよ。あ、うまい、うまい。これは人参とニンニクだけですよ。これこんなにうまいの半袖でしょ、これ。あ、うん、マジうまい。ご飯おいしい。うん、めちゃめちゃうまい。今回はこちらの丸ごと、人参を食べるスープ作らせていただいたんですけども、こんな感じでお野菜が丸ごと、ね、余った部分も食べれるっていうですね、レシピが見つかる消費者庁のキッチンっていうサイトがありますので、こちらぜひ皆さん検索してみてくださいね。概要欄にもリンク貼らせていただきますので、こちらもチェックをお願いします。